皆さんこんにちは、スタダ GG の若松くるみです。私は今 e スポーツクロスのレッドステージに来ています。こちらのステージではアリーナオブバラーのインターナショナルチャンピオンシップ日本代表決定戦が行われています。どうでしょうか。いやーこれはこれは一旦は破壊だ。さあなんと試合はどうだ。ここで決めきれるか。さあここでいやー取られてる。ジャッカティトリクロンとして残り分落とされるか、落とされるか、ギリギリか、落とされた。なんと戦いは最後にもつれ込む。さあ始まります最終セット。これを取った方が今回の AIC 世界タイに羽ばたきます。歴史が変わるのか、もしかすると王者は意地を見せるのか、どっちだやん。勝負を仕掛けるか。いや、しかしここは一旦戻る。さあ、まもなく残り6分となっている勝負。いやー試合を決め切るか。ドラゴンクレイトスに倒されるし。さあ、150分が終わりましたので、ここでタイムアップとなります。いや、これは拍手でしょう。さあ、まもなく集計結果。ドキドキの集計ですね、これは。かなり分からないので、誰も今は。さあ、今セットカウント出ました。うわー、勝ったのは USG となりました。55対43、取り切ったのは USG。 それでは、優勝した USG さんにお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは優勝おめでとうございます。今のお気持ちをお聞かせください。やっぱり素直に嬉しいっていうのはあるんですけど、はい、スカーズもめちゃくちゃ強かったし、その終わり方がね、やっぱりどっちが勝つか分からないっていう終わり方だったの で、まあ、安心はしてるんですけど、ちょっと、まあ、勝った気はそんなにしてないですね。はい、はい、私もドキドキしました。それではやっぱり勝因を教えていただきたいなと思います。そうですね、まああそこまで僅差の試合が続いて、まあ、最後判定っていう形にはなったとは思うんですけど、まあ、練習の積み重ねで、まあ、差が出たのかなっていうふうには思いました。そうですね。それでは世界大会へ向けての意気込みをよろしくお願いします。はい、そうですね、やっぱり6月に世界大会で、かなり、まあ、ボコボコに、ね、されてしまったっていうわけなんですけれども、少しでも世界に追いつこうと必死に練習してきたので、その成果をですね、次の世界大会で見せたいと思います。応援よろしくお願いいたします。はい、それでは世界大会頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。おめでとうございます。いやー、 USG さん見事なチームワークでしたね。本当に優勝おめでとうございます。東京ゲームショー2019公式アプリではこの他にも各ブースの動画を配信していますので、ぜひチェックしてください。それでは以上、若松くるみがお送りしました。バイバーイ。